シュートです。はい、キノです、ジョーカーです。日常よくあるナイフコンバット。日常日常によくあっちゃいけねえな、一応そのよくいろいろな募集ですとかで、はい、あのナイフファイトシーンとか、うん、あの要はどうやってナイフとか包丁とかそういった刃物に対してっていうのをやってるんですけども、相当実はねすごく難しくて、本当にね人生の中で刃物で刺されたり切られたりっていうことってよくあるじゃないですか。いや、よくはないんだからさっきから日常とか言ってるけど、あの年にね4、5回は大体その刃物を向けられるシーンってみんなあると思うので、みんなじゃないからね用意してるのが、こういったね、ラバーナイフってよく言われるこういうね、ちょっとグリーンとかってラバーナイフでやります。はい、やらないで金出せこんやろうっつって、で緊張してるんで大体人間グッと握ったりとかしてるんですよ。こう緊張してるんで、でその時にプルプル震えてるようであれば本当に力いっぱいこう、こう分かるかな、白くなるぐらい握る、ああなってるなってるっていう状態だと、うん、もう前腕までここまで全部固まってるんで、あのこういうものとかの動きだったり、こういう動きは強いんですよ。アルコールを飲んでてとか、薬物の方って本当にね振り回すんだよね。こうやーって言って、でこれね本当に護身術で気をつけなきゃならない、教えてる時に一番気をつけなきゃならないのが、例えばよくちょっと切られても大丈夫って言うじゃない。いやね、いやマジでね、経験してる人間から言うとちょっとでも切られたらもう繊維喪失するから、まずそこは本当にそういった場面とかにたくさんね、ほら皆さん出会うわけじゃん。もう出会うわけじゃん。2ヶ月に1回ぐらいかな。少ない人で、まあ、1年に2、3回ぐらい、半年に1回ぐらいはそういう場面で出会うと思うんで、それでもやっぱり慣れないでしょ。慣れない。うん、最短でね、月にね、4回、5回かな。月に5回あったからね。42年間ゼロ。個人差があります。あくまで個人差になります。そこまでするんだよ、仕事上ね。うん、で本当にね、一時ね、すごいそういう場面がすごい多くて、うんうん、そこに対して、じゃあ民間のその警護の人間たちどうするっていうものに対しては、そのワイシャツとかが、うんうん、あの防塵仕様になったりとか、はいはいはい、で僕も一時期やってたんですけども、今もね、使ってる手袋が防塵仕様。あ、はいはいはい、普段、これハイテク車のやつなんだけどね。こういった指先とかもね、ケブラ繊維の中にガラス繊維のものが入っていて、刃物を通しにくいというふうになっています。こういった部分もそうなんですけどね、こういったね、ここの部分とかでも中に繊維が、そういう繊維が入っていて、これで一番確か4000円ぐらいだったかな。例えば相手が、興奮状態っていうのがほとんどの状況、冷静にこうやって例えばやってくるっていうことはまずないわけで、まあ、そこでね、例えば、まあ、こういう形で、まあ、襲われそうになってます。これが例えば強盗なのか、はい、で強盗とかも、ね、山を振るってこれあるじゃん、はいはいはい、何件もね強盗やってて脅し慣れてる人だと、どうやれば相手がビビるかって分かってるからリラックスしてる、ね、そういう相手、ほとんどやっぱそういう方をプロと言います。プロを相手にするのか素人を相手にするのかによって全然変わってくるので、そこら辺も本当にね、プロだと思った時には間違いなく金品財宝全部渡しでもいいんで、命は助かるようにしないとダメです。例えば財布を奪われそう、バッグを奪われそうで、例えばこうね、ホールドアップされましたってなった時に、もう本当に相手が慣れてるんだと思ったら、本当にこういう状態です。でこういう状態でこう相手に見せるように、こう財布をこう落とす、で落として拾う瞬間にも逃げるしかないんです。ああなるほどね。それを手渡しちゃうと、手渡した瞬間にザンってやれる可能性があるんで、
わざと財布を落として、落として見た瞬間に走って逃げる。バックもそう。はいはいはいって言って、相手がこうやって早くしろよってこうやって言ってるんで、わざと落としてください。落として下見た瞬間に猛ダッシュ。で、犯人側としての心理っていうのは、傷つけたいからやってるわけじゃなくて、脅したいからないかもしれません。これは心理戦ね。なので、護身術としては、金品あるんだったら、まずそこを渡すことを大前提、ね。自分の命が助かれば、例えば、かけがえのないものだとしても、一番かけがえのないのは自分の命。ね、ブランドお風呂枕とかね。ね、何十万入ってるとかっていうことってどうにか再生はできます、でも、怪我を負ってしまったり命を失ってしまったら再生するのもちょっと難しいので必ずそこがまず一番の腰だと思います。わざと落として目線が下にいた瞬間猛ダッシュです。それが一番の腰で、そこからさらにエスカレートをちょっとね、した腰の中で例えばナイフファイトっていうのもどんなものかってちょっとね、ボディーガードどんなもんできるのって言われる。っていう中で、これでなんでここで押さえるかって言ったら、腕をね、もう使わせない状況。で、このままこっちに倒すと、こう倒れます。で、これを取ればいい。あとはこれ蹴って、蹴って、じゃあこうなりますんで。手がこうなってる。それを、例えば、肘をこうやるともう折れる角度で蹴れるんで今はやめとくけどこれで蹴ってしまうなりするとあとはディスアームっていう状態ってこうやってよくやるじゃない、でもこれって基本的にほとんど使い道ないんだよ。うわっとなるじゃん。ああ確かに、言われてみようかでしょ、だからこれを今回菊池の応用なんだけど菊池法でこの状況の中もこれはただ普通にダッキングだから本気でちょっと一回やってみたいってたけど、大きなするよって言ったじゃん、なるなる、間違いなくなる、だから例えば合気道とかで言うんだったら、とかってやるじゃん、これ無理。ああ、いや確かにそうかもしれない。ただそれを柔らかくポイントっていう状況にしてしまうと、なんだろう。こっちが逆に脱力してるわ今。で、まっすぐ。ポイントってなって、ほうほうやってとかってあるじゃん。ポイントっていうさ、ポイント。で、これにプラス縮地を使うとはこうなる。中心が全然取れない、で、上からやってくるにもほいって縮地を使う、突っ込まれる感じだ、本当にこれってね、本当にね、一応僕ね武道これでも、もう35年ぐらいやってるんで、で一応そのね、まあいろいろとね現場も踏んできてるんで、それの中の応用と考えるんであればナイフファイトって本当に必ず怪我します。ああ本もあるでしょ、あのボディガードの仕事やってて、結構ね、切り傷まあ見かける一応プロでそんだけ長年経験積んできた人間でもナイフ持ってたりとかする人間とやるんだったら必ずどっかを切れます。やっぱそういうもんなんだ、で、本当にね、例えばすごい難しい状況、ゼロ距離、ゼロ距離でよくあるじゃない、このゼロ距離ってすごいね、ナイフでこのあるか、ゼロ距離の縮地を使うと足のね、あの動きとかをこのナイフからこう刺す瞬間に動くことができるのか、縮地で入るのか、でこうなるともっと強く握ってていいよ、っていう
動きになるで、まあ、分かりづらいかもしれない、ジョーカーがこういう形になってるわけで、あとはこれを曲げるとやばい、これやばい、これはやばい手が曲げるか、うん、いくいくこう、こういう状況で食事を使う、うわぁ、すごいで、食事を使うとこっち側でもどこだから、これも相手に誘っているこうやった時に誘ってした瞬間に一回引くんだよね。おー、でも確かにそのゼロ距離でこう襲うという気にはなれないな。プロと素人の違いって素人ってこうやってあれした瞬間に一回引いて誘うするんで、うん、プロってすごい仕口使うんだ。あー、うん、骨盤の方が少し、おー、すごい動きになるわけ。そこの部分でこうなると体がズバズバって切られちゃうから、わかるかな、うん、この危なさってズバズバって切られる状態になるから、こうやって抜いた瞬間に、なんでなんだここなんだね。そしたら歯がこっち向くから、うん、でこれを手前側でやるの。ちょっとこれを的確にこうやってやれたらいいんだけれども、そこのさ、うん、で、あとまあ普通のね、ナイフファイトっていう動きの中で言うんだったら怖いよ、怖いよ、わかんないよこれ、次とか普通に柔らかくっていうのがもうめっちゃ気合っとるやん、こういうリラックス状態でナイフは使う、動きが悪くなっちゃうんで、で切る瞬間のインパクトにここを握るね、うん、こういう状態のここの状態の時に握る、うん、で大体よくどっちにしても八の字を書いて使ったりをするのがクラブマガのやり方で、スラッシュスラッシュ切るっていう柔らかく、クラブを柔らかく使う。結構ほら映画とかでね、はいはいはい、そういう戦闘シーンとかあるわけじゃないですか、はいはい、まあ、銃にしてもこう殴るとか、でもナイフのシーンってあんまり印象に残ってないんだこれね、うん、でもやっぱなんか すごいそういう映画であったりする。そこで言うんだとしたら、一番やっぱり身近なもので言ってナイフファイトのシーンとかで、わあすごいなって思うのはやっぱリボーンだよね。ああ、まあ、さっき言ってたそう坂口千作さんと稲川先生が、ね、作られた、あれはね見た瞬間に、ああ分かってる人作ってるなと。あすごいんだね、そして。ああ、本当にあの映画は本当にすごい。あと僕の大好きなのボーンアルティメイターの、はいはいはい、ボーンスプレマシーとか、うん、ボーンシリーズの格闘シーンは、あれはすごい迫力あるし、実際に、本当に人と人の戦いっていうものをすごいリアル。あとほら、なんだっけ、キアヌ先生のボーンリースの。すっげえ二人してドアセルしてる、なんだっけあれでしょ殺し屋のやつ、うん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 、ちょっと待ってね使ってる射撃術っていうのは、キアヌは本当に自分でのめり込みすぎちゃう人だから、あ、実際にものすごい共感のところがいる射撃訓練場のところで毎週通って未だにやってるのね。わすごいね。うん、っていう形でね、なんかダラダラとしてみますけども、今回ナイフテクニックっていうよりもね、40歳超えるとボケ防止のために思い出させす方で思い出させそう、思い出せそう。
そうで思い出せないことを思い出そうとすると脳が活性化するんで、僕の推しに役立つという動画でした。はい、今日もありがとうございます。で、よかったなと思う人いないと思うんで、おのさけでチャンネル登録と知りた方、はい、していただければありがたいと思います、はい、高評価の方がつくことは少ないと思うので、はい、できればねバッと押した時にはコメントで、コメント、はい、うん、そこはね甘んじて受け入れますので、はい、バッととかね、これ押した方コメントでどこが悪かったよって言ってくだされば今後の参考になりますのでよろしくお願いします。では今日はね、はい、こんな感じで、はい、はい、3周とでした。バイバイ。